これは東日本大震災で発生した黒く濁った津波の映像です宮城県気仙沼市ではこの黒い津波が人々や建物を次々と飲み込みました同様の津波は東北地方の複数の地域で確認されています関西大学の高橋智之教授黒い津波が発生した仕組みについて 研究しています。津波がやってきますと、すごく流れが早いので。海底にある、あの砂が巻き上がってしまうんですよ。で、それがなかなか沈まないで、水と一緒に、あの海の砂が流れてくるっていうのがまあ、黒い津波と言われている現象ですね。高橋教授らは。気仙沼湾の津波による地形の変化などを参考に、コンピューターで計算し。 震災発生時の黒い津波の動きをシミュレーションしました。地震の揺れからおよそ三十九分後、海底の砂や泥が巻き上がり始めます。今津波がちょうどこの狭いところを通過しようとしているところですけれども、そういった場所では津波の勢いが増しますので、たくさん海底の砂を動かします。ここではだいぶその海底が掘られていますので、こうして。 砂などを巻き上げた津波は、48分後には市街地に到達したと考えられるというのです。黒い津波の脅威は、その破壊力だと言います。砂が巻き上がっていれば、少しあの水が重たくなりますよね。それで威力も増しますし、で津波によって人や建物が受ける被害というのは、やはり黒い津波になってしまうと、より大きくなる可能性があると思いますね。 では黒い津波はどの程度威力を増していたと考えられるのでしょうか中央大学の有川太郎教授が黒い津波を再現する実験を行いましたえっとです、ね、これはあの、まあ、津波の、えっと、力を測るような装置になっておりまして、えー、向こう側の黒いタンクから水が出てきてでそれで、えー、こちら側の壁にぶつかるような仕組みになってます まずは水だけの場合津波を再現した水は壁にぶつかり水しぶきを上げます次に水槽に直径0.01ミリほどの小さな砂を敷き詰めていきますこれが海底に溜まった砂や泥に相当します 先ほどと同じ波の高さで実験を行うと砂を巻き上げた水が壁に激しくぶつかり高く跳ね上がりました比較すると水だけの場合に比べ砂を含んだ方が跳ね返りが大きくなっているのが分かります実験後

黒い津波は人体にも影響を及ぼしていましたこれは医学雑誌に掲載された論文ですそこには津波で溺れたが死を免れた人の中で津波灰を発症する人がいた津波灰とは一体

広範囲に影が広がり、肺炎の症状が出ています。この女性は当時南三陸町で津波に巻き込まれ、海水を飲んでしまいました。その後救助されたものの肺炎を発症し、4日後に死亡しています。こうした津波肺はこの病院だけでも10例確認されているといいます。威力を増し人体にも影響する黒い津波。 大阪にも襲いかかる可能性があるといいます南海トラフで予想されるというのはあの極めて大きな地震そしてそれによる津波ですのでそうするとあの大量の津波が動きますので東日本大震災で同様に黒い津波っていうことが発生する可能性は極めて高いと思います紀伊半島などの南側の海底には南海トラフと呼ばれる溝状の地形があります 海側のプレートが陸側のプレートを引きずり込み、限界に達した陸側が跳ね返ることで巨大な地震が起き、津波が発生するといいます。南海トラフ巨大地震は今後30年以内に70%から80%の確率で発生すると考えられていて、大阪府によるとおよそ2時間後に、 最大大メートルの津波が大阪市内に到達すすると想定されています淀川や大和川といった大きな河川が流れ込む大阪湾の海底には川から運ばれてきた砂が大量に堆積していて気仙沼湾と同じように砂などを巻き上げる黒い津波が発生する場合があるというのです。 さらに高橋教授は気仙沼でのシミュレーションなどをもとに黒い津波が想定以上の高さになって大阪を飲み込む可能性があると指摘します。 大阪府が独自であの大阪府について詳細な計算を行っていますそれが今出ている津波の高さになりますのでより確からしいものでありますけれども砂の移動というのは考慮していませんのでそれではまた違う高さになる危険性もあるよということやっぱり踏まえておかなきゃいけないかなと思いますね威力を増した黒い津波が大阪の街を襲うその可能性を念頭に置く必要がありそうです